はい、では、リビングリッシュ始めましょう。リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、世界で唯一の住み込み型英会話スクール、大阪イングリッシュハウスの代表、私渡辺秀和と、今日はですね、イギリスからケイティ、はい、可愛らしいね、ケイティと、ヤガタパートナーシップスから準レギュラーです、笹川さんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、ケイティにいろいろ聞きますか。ケイティね、これイギリスの方にね、めちゃくちゃ興味ある。なんかイギリス好きですもんね。好きなんだな、ね、今日もね、もう出たポール・マッカートニー、ポール・マッカートニーも後ろ見せてください。サーティーね、まさか結構だいぶ来てますね。名古屋ドーム。いや、そんな来てない。もともとこれね、ちょっと、よくある、弱っちいってしたやつです。なるほど。はい。で、like、I think everyone likes Paul McCartney. ああ、みんな好きって。Yeah. みんな好き。サー・ポール・マッカートニーですね。イギリス。あ、サーの称号も。サーの称号も。へぇ、すごいなぁ。ポール・マッカートニーやるね。じゃあ、佐川さん。そんなイギリス好きの大以外でドイツ語を取ってた佐々さんに、英語でもドイツ語でもいいので、もちろん日本語でもいい。ドイツ語では無理でしょ。無理。ドイツ語は無理でしょ。確かに。何聞きましょうか。何興味あります。やっぱね、カルチャー、はい、文化ね、うん、カルチャーと、イギリスの、まあやっぱりミュージック、カルチャー、ミュージックですかね。と、あとは、何、フード。あ、食べ物。やっぱり、やっぱりフード。え、佐川さんはイギリスは行ったことあるんですか？残念ながら行ったことないんですよね。あー、なるほど。一度は行きたいと思ってるんですけど ね。なかなか。まあ、イズバビンチュー、イングランド、イエーイ、まあ、イワンチュー。Yeah, you should go. 行くべきだよ。行くべきだよ、そうよね。そう思ってる。死ぬまでに。死ぬまでに行ってた。コロナ禍で生きてるまでに行きたい。もうでもええ年ちゃいます。もうね、危ない。あよ行かない。ないと言われるけど。あよ行かない。まあまあいい年齢ですかね。ね、80過ぎてるんじゃないですか。いや、もう年代とかに行かないと。いやいや、そんな急にじゃないでしょ。もう一回来るでしょ。いつも、あの、毎度毎度最後に見られてる。はい、じゃあ何、その中でも何を聞きたいですか。ポール・マッカートニーどう思ってるか聞きます。ポール・マッカートニーどう思ってますか。ねえ、What do you think about?さあ、ポール・マッカートニー。I think he's a very, very talented musician. He's amazing. Did you go see him live? 会ったことある。会ったことは、いや、会ったことない。コンサートに行ったことあるんですけど。うん。He's a concert. 会ったことない。In Japan. Ah, when? いつ行ったんですか？いつ、去年。Last year. Last year. September とか、こういうのかな？うん。名古屋ドーム。名古屋ドーム。Jealous, it sounds amazing. I'd love to see him live. 行きたかった。羨ましい。まあでもまあまあ、あの、端っこもついてて。いやいや、まあ、関係ないですよね。なるほど。ポール・マッカートニー。そうなんですね。まあ、イギリス人みんな。そうですね。なんか他、有名なミュージシャンとかバンドとかたくさんあるんですけど、見た、あの、去年の、ボヘミアン・ラプソディはどう思ってるんですか？でのだ、ムービー、ボヘミアン・ラプソディ。I went to see that movie at the cinema when I was in California. California, America, California. Yeah, it was amazing. But it was good because the film came out in America before it was released in England. So I saw it before all of my friends. Ah, もうすでに。あの、彼女はアメリカで見たから、私が見た時はイギリスの友達ももうすでに見てた。そのフレディ・マーキュリーが住んでた家が今すごい観光地になって、その映画がさらに。で、今回あの例のあの問題がある。The house become famous before the movie. Oh, really? Yeah, yeah, yeah. あるらしくて、すごいあのみんな行くんやけど、もう例の問題があるでしょ。今もう揺れに揺れてるやつ。EC を離脱するとか線とかって言ってるやつ。もう離脱するかもしれない。でもしないって言ってません。で、するかもって言って、今しかないって言ってみんな言ってたらしい。ああ、そうなんですか。離脱したら、そうそう行かれへんみたいな。まあまあまあ、ね、難しいなかもね。そうやね。You didn't know that his house? No, no. Freddie Mercury's house. Where is his house? どこにあるんですか？
いや、僕は知らん。So famous, nobody knows who he is. 僕は知らん。V ファンでもないから。いや、ポール・マッカートニーの成果とかちゃんとなんていうの残ってて、なんか、なんていうの、ちょっとした博物館じゃないけど、なんか、ミュージアム。ミュージアムになってる。His house became a museum. So if you're a fan of Paul McCartney, where is Paul McCartney's house?どこか知ってる？リバプール。あ、リバプール。ああ、リバプール。I will visit next time in England. 次行ってみよう。イギリス帰った時。普通の家。まあ、そりゃそうでしょうね。あれだね。なるほど。そんな好きなんですね。ミュージック。イギリスミュージック。イギリスミュージック。まあ、あの、結構有名な人多いけどね。まあね、言うてもね。誰しも知ってる。誰しも知ってる。日本でも人気がある。もそうだし、あとオアシスとかね。あ、オアシスね。オアシスとか。多いもんね。僕はあんま知らないです、実は。音楽は聴くんですか？ Do you like music? I do, yeah. I listen to a lot of music, but I'm really into K-pop music. K-pop? コリアン。コリアン。ポップ。なかなか日本人がイギリスの音楽いいっていうのに、イギリス人は K-POP みたいな感じがちょっとうまくできてるね。But the reason is because I don't live in England all that much, and so I don't hear many of the England songs. So I only end up like listening to songs that are popular in Asia, and it's all K-POP. That's why. Why you didn't heard the Japanese pops?J-pop. I like J-pop. I really like One OK Rock and Radwimps are really good. They're my two favorite. Radwimps? Radwimps. Oh, hi. あの君の名をとかね。いや、本当知らんね。めちゃくちゃ有名ですよ。今もう全員で YouTube 見てる人みんなひっくり返ってる。ええ、それ知らんの。Radwimps ね。はい。知らない。全く知らない。They're very good. You should listen. ほんと聞かないです、音楽全然、芸能人とか全然知らなくて、昨日もなんか、あの山ちゃんが結婚した、はいはいはい、はい、相手が誰でしたっけ、あの、蒼井優、蒼井優だった、もうパッと出てこないから、古い話だけど、フラガールに出てたね、古い話、フラガールを聞いたことある、フラガールに出てた、知らない、パッと、人気のある女優さんですよね、ね、それぐらい知らないです。何にも知らん。いや、ぜひどんどんイギリスのこと聞いてください。なんか掘り起こしよう。イギリスね、うん。で、あと、やっぱり、まあ、カルチャーで言うと、まあ、ミュージックね、まあ、アート、からファッション、有名なデザイナーズ、めちゃくちゃいいじゃないですか。まあ、まあ、DC ブラウンとかね、かなりありますね。はい。エリザベス女王のところで。全然話した。世界の人。全然話した。どう思われてますか？Do you think about the Queen of Elizabeth? What do I think about her? Yeah. I think she seems like a very nice lady. とってもいい女性です。そうしか言いようがない。例えば、あの、会ったことっていうか、見たことはありますか？直接。What has been really interesting in England is because the two princes have been married, and the prince, one of the princes, has recently had another child.And so when something happens to the royal family, everyone in England celebrates. もうイギリス中がその言ったらあのプリンセス、あのお姫様が結婚したら国中で祝う。まあ言うても日本で言うて天皇家のみたいなもんちゃいますもん。ね。でも日本もね、天皇が来られるとか、だったらね、何々氏が来られるんだったらみんな見に行ってすぐね。そういう感じだよね。と思いますけどね。で、なんかね、もう、エリザベス女王から言うと、孫の、この間、生まれたんですね。あの、次男の王さんが、王子かの、あれね、ウィリアムじゃない方。そう。出てこない。ウィリアムじゃない。アメリカ人の奥さん。そう、奥さん。この間ね、あの、せやね、大統領来て、言ってたもんね。嫁はアメリカ人だ。イギリスはね、もし行くとしたら、ここだけは見てほしい。ちょっと英語で聞いてみてください。トライ、トライ、トライ、トライ。
それを今のフェイマスじゃないか、なんていうんだろう、ナンバーワンスポット。ナンバーワンスポット。In England. In England. What is the number one sport in England? 通じてる、通じてる。It depends on who you ask. So, you are recommend? Yeah. I travel in England. Number one sport. To go. I prefer the rugby. Rugby. Yeah. Yeah. I really like the rugby. Yeah. I find watching the rugby is more fun than watching soccer. ラグビーかサッカーを見ろと。And we also at the rugby get really good food. でもスタジアムに美味しい食べ物が。本当に？イギリスで。フィッシュ&チップスじゃないの？ Not fish and chips. You get like a big pig. Pig. On like a stick like this. 豚のなんか。丸焼き的なやつ。ケバブ的な感じ。本当わかんない。And then you have bread bun and you put the pig inside with apple sauce on top.豚の上にアップルソース、イメージできへんな。なんかヨーロッパの人って甘いソース好きよね。なんか前もなんかそうなかった。アップルソース、スイート、yeah, スイート、yeah, we like our sauces, yeah, アップルソースです。まあ嫌いじゃないけど。ぜひ。サッカーとかラグビーね、ラグビー有名なスタジアムあるんですか、スタジアム。Big size. It depends because the my local rugby team, their stadium is quite small. Yeah, but it means that everyone in the local area goes to support. So, 出身はどこなんですか? So, which is your hometown? Northampton. Southampton. Yeah, it is in the exact middle of England. サウサンプトンだったら分かったけどね。わかんない。日本代表吉田が所属してる。サッカーの話だから。詳しいですね。サッカーチーム。ノーサンプトン。You have the サッカーフットボールチーム Yeah. We have a football team and a rugby team. ラグビーチームは。ローカル。地元の人らはその地元を必ず。地元を応援するってことです。But interesting fact, our Northampton football stadium was sold for £1.One pound? Yeah, the whole stadium. The whole stadium. Somebody sold it for £1. Each pound? One game? What? To see? No, like the stadium building. Was sold. For £1. To who? I have no idea, somebody. 地元の? Yeah. スタジアムを1ポンドで誰かいくらぐらい100円と30円かな今150円ぐらいかな浜地だよパンパン公園でそれ誰に売ったの分からないです It's like 100 yen それは何なの地元大好きだからプレゼントしますみたいな Why? お客さん地層だから困ったみたいな Do you know the reason?To sell their pom-pom. Yeah, I think they, not many people were supporting the team, and so they lost a lot of money. And so they thought, like, we will just sell it. なるほど。維持するのも大変だから売ってまいみたいな。なるほど、なるほど。それも手やね。勝ったやつがやるっていう、やる気があるやつがやるみたいな。I was really tempted. I was looking at my £1, like, should I buy a football stadium? でもそれうっかり。そんなんで買えんのって勝った人やることあるよ地域の方が勝った高いやんそりゃそうでしょだから必死でやるんでしょ必死でやるまあそうやろうねまあでも日本でも球場作るのにね広島とかタルボキンとかしてたね今流行ってますもんねそういうねクラウドファンディングとかあるもんね今強くなってるしね今広島ね頑張ったもんね勝つねそうかねはいじゃあもう結構長く喋ってみたいです。はい、ありがとうございます。告知を。はい、ビオルネではですね、6月の22日土曜日から夏のスプラッシュバーゲンがスタートいたします。スプラッシュバーゲン。はい。あれやこれやとお買い得商品が並ぶ予定でございます。夏のバーゲン。さらに金土日はですね。はい。T ポイントが5倍です。すごい。T ポイント5倍。いつも5倍ポイントがつきます。ぜひ番組に来てください。ありがとうございます。
はい、ではそんな感じです。ありがとうございます。はい、ではありがとう、はい、バイバーイ。バイバーイ。